カナダ人は発音が綺麗ですし、気候も東京と同じぐらいで過ごしやすいです。あとカナダの方は留学生に慣れていて優しいですね。CNC には2ヶ月通っています。毎日9時から3時まで英語漬けで、もう頭がパンパンです。いいことも悪いことも指摘してくれる熱血先生がたくさんいます。文法や単語のミスをしても It's a beautiful mistake など大きさに褒めて笑いを誘ってくれたり、あとはついつい日本語の口で Sorry とよく言ってしまうのですが、全然 Sorry じゃないよ、だからここにいるんだよと言ってくれます。スピーキングクラスとリスニングクラスです。スピーキングクラスでは好きなファッションはなどの質問に対して英語で答えますが、これが意外と難しいんです。例えば僕はちょっとパーカーを英語だと思ってなんですが、英語ではフーディーと言うんですね。またリスニングクラスでは映画を使って授業を行います。僕は将来映画を字幕なしで 100% 理解するのが目標なのでありがたいですね。本気で英語を伸ばすには英語漬けにならないと難しいと思います。いい環境をくれた CNC に感謝します。